久保さん今回、ノッチチャンネルにしましょうか。川崎のバイクが出たんでね、この前ね、たまたまね、ノッチさんがね、川崎のバイク乗ってたやつ見たんですよ。で、ノッチさんって、オバマ大統領が出てた時って、結構その、似てて、まあ、あの、なんか、それで引っ張りだこだったんですけど、そっからはね、オバマ大統領も、いつの話やねんって話なんですけど、で、まあ、今ね、あの、バイクでやってんですよ。 で、バイクめっちゃ好きで、そのそれを講じても、YouTube チャンネルはもうほぼバイクですね。うん。で、まあ、バイク好きの人が集まってて、今、6.8、六点八4万。まあ、約7万人ぐらいですかね、チャンネル。もうちょっとで10万人いくっていう。うん。だバイク、なんかね、ノッチさんが前、そのテレビに出てた時に、その、その、バイクのね、マ、まあ、フラー音を聞いて、ずっと聞いてて、嫁に怒られるみたいな。 何が楽しいねみたいなでもそののっちさんのその楽しさっていうのはネットでこう発信することによって共感を得られるってことですよね要はそのバイクのマフラー音をわかるそれ好きやねんっていうね <laughs> 人には理解されないけれどもんそれを共感してくれるそれ,それと同じような人たちがネット上にはいるってことですねまあネット上というかネットを通すとまあ 幅広くリーチがでできますの,でだからそのインターネットが出てきたことによって何がこう変わったのかっていうと価値観の改革というか変革というか今まではそのネットがなかった時っていうのはそのリアルの,その生きているそのところにしかなかったんですよね考え方価値観だったりとかそのコミュニティっていうのがだけどネットが出たことによって別にその実距離が全く関係なくなったんですよね まあね、久保さんの熟成さんでも海外の方いらっしゃると思いますし僕もお客さんで海外の方いらっしゃいますけども関係ないですよねだから世の中にはたくさんいろんな人がいてまあそのいろんな人とつながれるっていうだからまあマニアックなねマフラー音が好きですっていう <laughs> マニアックなね人から理解されないような趣味でも発信することによってまああのまあそのコミュニティができたりするってことですよね うん、まあ昔はね、車好きだったらね、あのー、何すかね、車のコミュニティやったんですよ。車の。まあ今もあると思うんですけど、車好き、コミュニティ、なんだっけな。なんだっけな。車の、あの、コミュニティなんだっけな。 あ、民からだ。そう、民からだ。民から結構昔からあると思うんですけど、民からでよくオフ会とかあって、でも僕も昔民から見てたんですけど、たぶんミクシーとかあった時代からも民からあったような気がするんだけども、昔はね、そういう、その特殊なコミュニティみたいなね、車にフォーカスしたコミュニティが、そこではなんか集まってなんかやってたりとかしてましたけど、うん、今はね、まあいろいろできますね、本当にね。はい。だからまあ発信した方がね、いいっすよ、本当に。い <laughs> ってらっしゃい。